りね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。ユナ、離れるな。抜け道を探す。Ne gün ben? Tırnı geldi. Samuray! こんなところで死にたくない。この前殺された連中と違って俺は逃げ切ってやる。休ませてくれ。だから。やめてくれ。姉さん。だか。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。
信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに民家。ではそこから出るぞ。そうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。
もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。小牟田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。変わったことはないか？あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る？じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。奇襲する場所を探さねば。みんな
集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。勝負。見事でございます。時期ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。